で 4, 4、493号機、現在のマッターホルンゴッタルド鉄道塗装、全消灯改造後、セドルン駅、2009年ディセンティス駅ので4、491号機、原型、製造時の古かオーバーアルプ鉄道塗装、ディセンティス、ミュースター駅マッターホルンゴッタルド鉄道で4、491から96系電車は、スイス南部の私鉄であるマッターホルンゴッタルド鉄道の、 山岳鉄道用ラック式、荷物電車である。本形式は、同鉄道の前身である古カオーバーアルプ鉄道が導入した機体であり、通称で4、4通型とも呼称されている。2003年に、グリークフィスプゼルマット鉄道と合併して、マッターホルーンオッタルド鉄道となる、以前の古カオーバーアルプ鉄道では、1972年、しかし、 その後さらに輸送量が増加していたほか、1982年には古河ベーストンネルの開業を控えていたため、同鉄道ではデヨ 4? 4型を増備することとなり、デ 4, 4、ン451から55型をベースに、その改良増備型として1979年と1984年に、それぞれ4機と2機が製造された機体が本校で述べるデ4、 491から96系の91から96号機であり、識別のためで4、451から55型を通称で4、4I 型、本形式をで4、4I 型とも呼称されている。本形式は、シャトルトレイン方式の列車の増発、老朽化した、ハジアに、2系電気機関車や、事業用ながら、営業列車にも使用されていた、HGM4。 4型ディーゼル機関車の営業用運行の代替、フルカベーストンネルで運行される列車フェリー専用機で、RGE4、4型電気機関車の検査予備、オーバーアルプ峠を越える列車フェリーなどの季節列車や、事業用列車の経引といった、様々な運用で使用されることを想定した、ラック式の荷物電車となっており、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、 主電動機の製造を BBC が担当している。また、ラック式台車と駆動装置は、HGM4、4型と D4、451から55型で、タップ切り替え制御の主制御装置は、D4、451から55型で、それぞれ実績のあるものを採用し、1時間定角出力1 0 3 2ット牽引力 247KN を発揮して、 最大勾配179パーミルで114トンの列車を牽引可能な性能を有する機体となっている。なお、ベースとなった、で4、451から55型からの変更点は以下の通りである。なお、それぞれの基板と SLM 製板、製造所、機体名は下記の通りである。1979年に製造された、 グループ1984年に製造された、グループで4、494号機、ネズ式連結機を装備する前くらい、即前面、現在のマッターホルンオッタルド鉄道塗装、ブリーク駅、2013年で4、496号機、GF 式自動連結機と、貫通ホロを装備する後くらい、即前面、初期のマッターホルンオッタルド鉄道塗装、アンデルマット駅、 2008年にアンデールマットの紋章が、つく、で4、495号機の後くらい、側車端部、車体台枠が、箱状となっており、台車上半部が、台枠内に収まる、台車枕バネは重ね板バネ式。ありがとうございます。